2030年の北海道新幹線延伸を合わせまして再開発が進みます札幌駅の南口です。今日から現場の最前線でお伝えします八木隆太郎です。よろしくお願いします。さて私の後ろに控えているのはエスタです。8月をもって閉店を迎えました。そして9月いっぱいでバスターミナルの役割も終えたんですね。このバスターミナルから1日1600便道内各地にバス路線を結んでいました。このバスが9月をいっぱいをもって閉鎖、そのため札幌駅周辺にさまざまなバス停、仮設のバス停が完成したんです。我々が今立っているのは北四条西1丁目茶色の北連ビルの前ですね。この辺りに上鉄バス、定山渓方面などに向かう上鉄バスがバス停が並んでいます。皆さん普段お使いのバス会社によってバス停かなり離れていますのでくれぐれもご注意ください。 JR 北海道バスは北四条西4丁目ですかね、北四条通り沿いにあります。各地バラバラにばらけています。さて私の後ろにはですねこの上鉄バスのバス停がずらっと並んでいるんですね。そして今立っていますのは市の職員の方ですね。地上や地下に市の職員が控えていまして通勤通学の帰宅時間、このあたりですね、スタッフの方たちが控えていて案内をしているということです。さてこの上鉄バスのバス停なんですけれども、こちら屋根がついていまして風を防ぐ壁などもあります。新たにこういったものをですね18箇所設置しました。そして帰宅時間を迎えまして今ざっと20人ほどの方が並んでいるでしょうか。大人2人が2列で並べそうなスペースですね。ちょっと荷物などがあると非常に狭さを感じるそんなスペースになっています。これが新しくできた札幌駅周辺の新しい仮設のバス停になりました。